パルブアルブミンは、カルシウム結合性の低分子量のアルブミンである。3つの EF ハンドを持ち、構造的には、カルモジュリンやトロポニン C に近い。パルブアルブミンは、即収縮筋に最も多く含まれ、脳や内分泌器にも含まれる。パルブアルブミンは小型で安定なタンパク質で、EF ハンド型のカルシウム結合部位を持ち、カルシウムシグナルに関与する。ドメイン AB。 CD、EF の3つに分かれ、それぞれが、ヘリックスマイナスループマイナスヘリックスのモチーフを持っている。AB ドメインは2つのループ領域に、アミノ酸欠損を持ち、CD ドメインと EF ドメインは、それぞれ N 末端と CE 末端を含んでいる。パルブアルブミンのようなカルシウム結合タンパク質は、細胞周期調整や、セカンドメッセンジャーの生産、筋肉収縮。 微小管の形成等、多くの生理的過程において役割を果たす。また、アルツハイマー病や神経疾患、加齢による認知障害や、ある種の眼等様々な病気にも関わっている。パルブアルブミンは、神経系のギャバク動性介在ニューロンに存在し、皮質のシャンデリア細胞やカゴ細胞では、独占的に発現する。 小脳ではプルギンエ細胞や分子相解剤ニューロンで発現する。海馬では対象とする水体細胞のドメインごとに細分されている。脳波の中でガンマ波を発生させるとも考えられている。サルメのセソトガーゼ前マ前皮質ではキャバ細胞の約25%がパルブアルブミンを発現する解剤ニューロンである。他のカルシウム結合タンパク質はカルレチニンや カルビンリンである。海在ニューロン自体も発現する神経ペプチドによって分類される。統合失調症患者のギャバク動性、海在ニューロンではパルブアルブミンとギャット67の発現量が減少しているのが発見されている。またパルブアルブミンは魚アレルギーのアレルゲンとして同定されている。パラマグネティズム。 ベースドリファインメントストラテジーフォーザソーバイケミストリー2004プブメドリザルト2010年6月1日閲覧ありがとうございます